知られざる傑作は、オノレド・バルザックの短編小説。1831年8月に始め、フレノ・フェールが吐くという題名で、雑誌、アルティストに発表されたが、同年のうちに、カトリーヌ・レスコー、幻想的コントという題名で、同じ雑誌に掲載された。1837年には、小説集、哲学的研究に初めて収められ、1846年に、 人間喜劇に組み込まれた。この小説は芸術に関する考察になっている。まだ無名だった若き日のニコラプーさんはパリにある有名な画家ポルビウスのアトリエを訪ねる。そこへやってきた老画伯フレノフェールがポルビウスの完成させようとしていた大作エジプトのマリアに対して先月としての論評を始めた。 その絵はフレノフェールも評価しているのだが、彼から見ればまだ不完全だというのだ。フレノフェールがその絵に何度か筆を入れるとエジプトのマリアは彼のおかげで世気を取り戻したかのように変身してしまった。しかし彼がどれほど技能に熟達していようとも10年来手がけている彼自身の傑作美しきいかい女には足りないものがあった。それは 彼がついぞ届けなかった完璧さをその絵に吹き込んでくれるはずの理想のモデルであった。まだ誰も見たことのない未来の傑作はカトリーヌ・レスコーの肖像画となるはずのものだった。プーさんはフレノフェールに絵を見せてもらう代わりに自分の美しい恋人ジレットをモデルにしてほしいと言い出し、老画伯もそれを承知する。ジレットの美しさはフレノフェールに 美しき居酒屋女を瞬く間に仕上げる意欲を注ぎ込んだ。しかし、いザプーさんとポルビウスが絵の前に招き入れられた時、彼らがカンバスの中に目にしたのは、おびただしい色彩の洪水に溺れた一本の大きな足であった。彼らの顔に浮かんだ失望の表情は、老画博を絶望へと追いやる。1921年。 画商アンブロワーズ・ボラールは、パブロ・ピカソに、知られざる傑作の差し絵を描くように勧めた。この小説に魅了されたピカソは、天才老画家フレノ・フェールに自分を重ね合わせ、さらにフレノ・フェールのアトリエがあったとされた、パリのグランゾーギュスタン街に惹かれた。ボラールからの勧めがあったしばらく後に、彼は自らグランゾーギュスタン街にアトリエを借り、そこで、傑作、ゲルニカを制作した。 ピカソはそのアトリエに第二次世界大戦の間住んでいる。ジャック・リベットの1991年の映画、美しき居酒屋女は知られざる傑作を本案した作品である。ありがとうございます。